はーい、イフカツです。今回はあやとりで流れ星を作る方法を紹介します。今回の流れ星以外にも別動画で星の作り方を紹介しています。興味のある方は概要欄をチェックしてみてくださいね。このチャンネルは保育士、幼稚園教諭の資格を持つ母と子供の発達、医療の知識を持つ作業療法士の父が運営しています。悩まない子育て、楽しい保育のために情報を配信中です。それではやり方です。左手の親指と小指に紐をかけます。できた輪の中に上から右手を入れ、両手を広げます。左小指の奥側の紐を右小指で奥側から取ります。左親指の手前側の紐を右親指で手前側から取ります。右小指の手前側の紐を小指で取ります。右親指奥側の紐を左親指で取ります。左手のひらの紐を右人差し指で取ります。右人差し指を3回転させ紐にひねりを加えます。子供は指が短いので、人差し指から紐が抜けることがあります。子供に教えるときは、ひねりは1回ずつがおすすめですよ。左手で右手首の紐を外します。指から紐が抜けないように、右手は軽くグーにするのがポイントです。両手をゆっくり広げると、紐を整えて、流れ星の完成です。この動画以外にも子供が喜ぶあやとり、はしごの1段からすべてや連続技を紹介した動画も配信しています。概要欄にリンクを添付しておきますので、興味のある方はチェックしてみてください。あなたも一緒に悩まない子育て、楽しい保育、チャンネル登録はこちらをクリックです。